はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあやってまいりましょう。サブチャンネルのね、最新状況報告ね、やっていきたいと思います。1ヶ月前の話になるんですけども、7ヶ月毎日立ち上げてから毎日ね、動画の更新続けてたサブチャンネルの動画更新をやめました。伸び悩み、時間がない、いろんなね、要因があったんです。あと実験ももともとね、実験感覚でやってたのもあったんで、いろんなことをね、やってみたいっていう僕の願望がね、止められずに、ちょっと1ヶ月放置したらどうなるんだろうっていうのを見てみたいと。で、この1ヶ月は、ね、放置してました。そのね、結果をね、今日お伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあね、まずちょっとね、前振りしておくんですけども、僕のね、予測よりですね、予想よりですね、若干ね、いい方に上振れしました。まず1ヶ月前の時点でのチャンネルの総再生回数が 17,622 回でした。そっからね、1ヶ月放置を経てですね、この8ヶ月経った時点での最新の総再生回数が 20,036 回となっております。放置しても1ヶ月間でね、2414回ね、再生されたんですよ。そこは僕のね、結構予想通りだったんですけども、これね、チャンネル登録者数今ね、隠してるんですけど、ここがね、減ると思ったんですよ。横ばいですね。変わってないですね。若干減って増えて繰り返して、結局ね、横ばいなんですよ。ここがね、上振れしましたね。どんなチャンネルでもそうだと思うんですけど、結局ですね、こう回る動画が回るんですよね。まずこちらがですね、下から11位から上6位までの動画がポンって感じと、で、この画像が下はね、5位から1位までという感じなんですけども、このね、上位11本軒並みね、再生されてるんですよ。これ本当に僕のメインチャンネルもそうだと思うし、いろんな方のチャンネルもそうだと思うんですけども、こう2割の動画が8割の成果を生むみたいな、これ僕あんま詳しくないんですけど、パレートの法則っていうやつだと思うんですよね。80対20の法則とかね、こう28の法則とか、多分いろいろ言われると思うんですけど、そういうね、まあ現象、状況が起きてるから、こういう結果になってるんだと思います。で、ね、この結果を踏まえてですね、まあ無理にですね、毎日更新しなくてもいいんだなっていうのをちょっとね、まあ、実験で得られた結果なんですよね。僕のこのね、今回のサブチャンネルの結果から言うとですね、1ヶ月放置しても全くノーダメージだったんですよ。ちょっとね、自分でもね、この結果はね、本当ね、得られてよかったなっていうね、予測を上回ったんでね、まあいいね、実験結果は、ね、取れたと思いましたと。で、今後のね、サブチャンネルなんですけど、またちょっとね、作ってね、出していきたいっていう願望もね、出てきてるんですよね。というのもですね、まあインプット毎日毎日まあやっていかなきゃいけないと思ってて、やっていってるんですけど、インプットの後にやっぱアウトプットしなきゃいけないというのがあって、そのアウトプットする場をサブチャンネルで活用、まあ実験、いろいろね、いろんな動画出して反応を見て、反応のいいものはメインチャンネルでやっていこうみたいなのもあったんですけど、それをね、毎日毎日もう些細なことでもですね、やっぱインプットしてアウトプットするっていう習慣をつけなきゃいけないってやってたんで、なんですけどね、もっとね、そのね、感情気持ち、動画作りたいってね、なるまで我慢しようと思ってますと。でね、うわーってこうね、湧き出るまで溜めようと思ってます。ただね、ほんと今後ね、再開はね、一応予定してますんでね、またね、手つけてね、サブチャンネルもやっていこうと思ってます。で、それと別にね、もう一個チャンネル作りたいなっていう願望もあって、そこはまだね、温まってないんでね。あ、でもね、3つ目のチャンネルはもしするにしてもですね、一切こう宣伝とかせずに、本当にしれーっとこっそりね、やっていこうかなってね、そんなチャンネル作っていきたいなというふうに思ってますと。はい、というわけで、もうしばらくですね、サブチャンネルちょっとね、放置しようと思ってますのでね、で、また1ヶ月後ですね、サブチャンネル最新状況報告やっていきますのでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それではね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。